じゃあ、見て。先行部隊の総長と副総長よ。やっぱりあの二人が並ぶとどこか独特な魅惑があるんですよね。せっかちゃん、この後はオリジン戦とバルキリーの部屋に戻って休憩になります。そう、トールとユーリエは、もうすでに二人とも役目を終えて帰還しております。そう、さすがに仕事が早いわね。私たちも戻るわよ。ああ、一体オリジン戦とバルキリー専用の部屋ではどんな優雅な空間が漂っているのかしら。足をもっと上げて、手ももっと綺麗に上げないと。へえ、どこが優雅なのか。あ、せっかちゃんちょっと仮眠室使いますね。はあ、した人いるけど気にしないように。毎度毎度よくもまあ人間っていうのは盛るね。ダウンも戦闘になったら灰になるでしょ。あれと同じよ。本当テンション同じ。じゃあぶっ壊してぶっ壊してめちゃくちゃにボロボロにしてやんよ。アドレナリンブシャー。なんで私の部隊の人って特定の条件で変態になる人ばっかなんだろう。もっとおしとやかにしないとね。僕みたいにさ。何言ってんだかこの暴走ロリは。せっか様、お疲れ様。たくさん頑張って偉いよ。ありがとう、ルーちゃん。本当、ルーちゃんは私の癒しだよ。嬉しい。私もせっか様が私の全てだよ。ああ、私にすごく依存して仕事をまともにしないことを除くと本当に完璧。それじゃあ、ルーちゃん、報告が終わるまで時間かかるから残りの業務をよろしくね。報告頑張れ。最高、最高、せっか様。ふう、あとともゆっくり過ごせたし明日も頑張らないとな。せっか様お疲れー。すっぽくすっぽく頑張ったねー。え、ルーちゃん待ってたの？うん、2時間前からずっとここにいたよ。業務に戻ってって言ったのに。私はせっか様に応援する以外の役割なんてないよ。かわいいからいいか。うん、頑張ってね、ルーちゃん。うん、せっか様に応援されちゃった。うん、すっきり、若いからかしら。もう何回戦でも行けてもう優勝しちゃいそう。このままドインラン大会で優勝してなさいよ。やだな、本当にあるわけないじゃないですか。知ってるわよ、嫌でも世界広いからあるかもしれないのがこの世の恐ろしさ。ほら、身だしなみ整えて、下着でうろうろしないでよ。一応職場なんだけど。いや、一応職場なのでギリギリ下着なんですよ。職場でギリギリ下着？特にこのメンバーの中で一番変態。役所主席に二人行動は多いけど、白の頃に比べて問題がむちゃくちゃ増えた。例えばこのシーン、こんな綺麗なところで何の話をしてると思う？外から見たら仕事、もしくは上品な話でもしてるように見えるわよね。でも残念、実際は違いますー。せっか様、私の新しい下着、スケルトンかノーパンかどっちがいいと思います？だから一択しかない選択肢じゃない？ノーパンはもはや存在しないのよ、パンツが。昔はスケルトンカラーが流行ったそうです。天才ですよね。だって中身丸見えなんですよ。なんて大胆な。ゲーム機の話ね、パンツにスケルトンカラーは流行ってないから。あとはダメージ下着とかどうです？大事なところは全部破れてるんです。大事なところを隠してる最小限の下着にダメージ与えたら致命傷なのよ。買い直しなさいよ。はぁ、好きあらばどしもネタを連発してくんな。はぁ、カイノフですか。同族ですね。ナチュラルにどしもネタささやくな。はぁ、セクシャルワードでいちいち不愉快な感情になる意味がわからない。もっと自分の生まれた意味、種の繁栄に積極的になるべきです。残念ながらどしもネタと種の繁栄はイコールになってないのよ。はぁ、嘆かわしい。目線なのよ、かなでさんは。こうやってメンバー揃って移動するときのポジションってある程度決まってるけど、この時ですらかなでさんは止まらない。あ、パンツ食い込んだ。黙って直しなさいよ。さすがにこの場で脱ぐのはまずくないですか。直せと言ったの。脱げなんて一言も言ってないわよ。あ、よく見たら前後逆だった。これは食い込むわけだわ。ここでスカートめくるな。確認するな。パンツ脱ぐな。スケルトンはやっぱりカサカサしてて嫌だな。普通の下着にしよう。結局スケルトン買ったんかい？というかそこで履き替えんな。周りの目線がないと自由奔放すぎるでしょ。はぁ、あ、疲れた。仕事以外で疲れた。あ、僕の特等席に勝手に座ってる。ダメだよせっか、別の場所に移動してくれないと。人が考え事してる時に持ち上げないで、しかもなんて逆さま。さすがに僕の主でもあるからね、押して怪我させたらまずいでしょ。僕、治療苦手だし。優しいのか常識外れなのか。やっぱり暴走ロリ。かなでさんは先行部隊の統率ができるし、トールは特攻エース、ルーちゃんは援助エース、みんな優秀なのは間違いないのだけど。久しぶりに来てみたら随分と疲れてる。
る顔してるわね、せっか。あれ、珍しい、どうして。健康診断、定期的に見てもらう約束だからね。そっか、そんな時期か。体調はどう？復帰できそう。さあ、見えるドクターから OK が出たらいつでもって感じ。それまでは騙し騙しって感じかな。大変だね、お互い。そうそう、せっかもあまり暗い顔してたらダメだよ。みんなせっかの背中を見ているんだから、私もその一人なわけだしね。それじゃあね、また優遇しておくからパト君にもよろしく。会いに行ったらいいのに。リハビリが終わったらね、心配かけたくないの。そういえばもう一人いたの忘れてたよ。あまりにも関わりが最近なかったから。まあ、あの子もある意味変態なわけだし、問題児なのは変わりないか。あはは。はあ、みんな変態の個性派で困るわー。ルイは友を呼ぶって言葉知ってる。知らない知らない。私バカだから全然知らない。つまり似た者同士が集まるってことよ。その理屈なら私も変態ってことになるじゃない。私はいたって普通、まともだわ。無自覚なのがもう似た者同士なのよ、せっか。そもそも私にリーダーシップなんてないんだから個性派をまとめるなんて無理なのよ。私はできるわよ。常に学級委員長とか、生徒会長とかでリーダーしてたしね。別にその分野で月下お姉ちゃんに勝てるなんて思ってないよ。私にとっては今も昔もすごいお姉ちゃんなんだから。嬉しいこと言ってくれるわね。月下から歩み寄っているのよね。もちろん、でも奏さんに関しては歩んでも全く理解できないけど。ああ、あの人は特殊だからな。出会った当初はまだギリギリおしとやかだったんだけど。表ではすごい人なんだけどね。あ、さっきあの子来てたんだ。ああ、元気そうだった。うん、まだ完全復帰はできなさそうだけど元気そうだったわ。あの子も大変だと思うけど周りがいい人ばかりだからきっと大丈夫ね。せっか、しっかりフォローしてあげなさいよ。さっきまで忘れてたけどそうするわ。白風ものね。ってことなのよ。ってどうしたの白。嫉妬中。楽しそうで羨ましいな。想像しいけど確かに楽しいのは間違いないわね。なんか友達と毎日遊んでる気分なのかな。私は勉強漬けの毎日なのに。そうそう、白は新部隊、帝国放置部隊、でしょ。帝国の法律はもうマスターしたの。警察とか裁判官みたいな仕事でしょ。今はメリアちゃんが作ってくれた育成カリキュラムに従ってる。それに合格しないと業務に携わらせてくれないの。国家資格みたいね。やだやだ、帝国までそんな資格まみれの国とかになったら。私も全然物覚え良くないから困る。白って日本の偏差値で言ったらいくつくらいだっけ？確か50くらいってメリアちゃんに言われた気がするよ。かなちゃんは60くらいらしいよ。私40って言われた。結果様、ファイト。白もゆうちゃんみたいに応援しちゃって。勉強が全てじゃないでしょ。失礼しちゃうわね。まあ、別にみんな問題を起こしてるわけじゃないし、いいか。だからこの椅子は僕の。そう。外に問題を出してるわけじゃないから。よし。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。